アイムズです。今回は、シグゴーさんからご提供いただいたこちら、ハーブスティックのファイト CS ボックスをレビューしていきたいと思います。それでは手元を映して開封していきます。はい、じゃあ、ハーブスティックファイヒット、CS ボックス開封していきます。その前にこちらは何するものかというと、加熱式タバコを吸うためのものになります。まあ、日本で言うと、こちらですね。アイコス。こちらは使うものですね。では開封していきます。まあ、パッケージですね。まあ、スライドして開けてもらって、アーズマニュアルと本体。あとは、まあ、マウスピースと、これの交換用のシリコンですね。あとは、掃除の時ね、使う綿棒とブラシと、あと充電時に使うマイクロ USB になります。あって、どっか、ちょっとマニュアル見てみましょう。あと、日本語はね、あります。以前ね、ファイヒットの CS ペンってやつね、やりましたが、まあ、大概な日本語でしたけど、今回はまあちょっとなんか変なのはありましたけど、まあんな感じです。で、この CS ボックス、まあなんか同じようにあのね、針出てて、そこにアイコスをまあ刺して使うと。で、刺す前にこれですね、これをこうかな、こう刺しておきましょう。で、CS ボックスと、CS ペンとね、何が変わってきたかっていうと、もう見てわかる通り、Bluetooth がついてます。まあ、Bluetooth でアプリでつないで、温度管理とか、パフ回数とか、そういうのを設定します。で、まあ、この並行輸入品っていうのかな。そういうもので、Bluetooth がついてる場合は、日本だと電波法っていう法律がありますね。で、その法律に、基準のね、適合証っていうか、そういうのを検査をしてないと、日本で使った場合は、販売者ではなく使用者が、罰則があるそうです。ちょっとざっくり、インターネットでも調べたんで、多分、使用者っていうのを見たんで、だと思うんですけど、で、このファイフィット CS ボックスは、このマークがついてるんですよね。で、このマークは、技術基準適合証明。技適マークってやつですね。で、技適マークがついてるんで、これは日本でも Bluetooth 使って大丈夫ですよっていう風になってます。なので、安心して、使っていただけたらと思います。では、本体の方説明します。本体は、まあ、ここにマイクロ USB の端子ですね。で、ここにオンオフのスライドのスイッチ、こうやってありますね。で、このね、バツみたいなのを引っ張ると、これですよ。とうとう、18650のバッテリーが使えるようになりましたね。これで、まあ、ね、外出時、電池なくなっても、バッテリー入れ替えるだけで使えるんで、かなり快適になるんではないかなと思います。
多分こう最初からね、ついてるバッテリーなんですが、確かピンクって LG かサムスンか、なんか特価のバッテリーありましたよね。がセットで付属してついてます。で、一番初めはここにプラスチックのプレート。プラスチック。プラスチックのプレートが、まあ、ここの間にこう入ってるんで、最初通電してない状態で来るんで、安心してください。なので、まあ、充電のポートね、マイクロ USB の端子ありますけど、まあ、せっかくのね、1865バッテリーなんで、充電機能を使ってね、充電した方がいいんじゃないかなと思います。で、まあ、入れると、もうこうやってランプ、ね、青い緑のランプとかね、つきますんで、オンにするとこだったら赤で、まあヒートしていくっていうですね。でぐらいかな。まあそう、目立った。まあ握っては、あれぐらいかな。グローね。今結構出て販売ね、コンビニでも見かけるようになりましたが、まあグローっていうぐらい。まあ重さは全然重くないんで。こんな感じです。で、まあ、刺すとオンと、ここが赤に点滅しますね。で、この点滅が、終わってね、こうやって青になると、もう吸える状態になります。では、正面の方にカメラ戻してきます。はい、レビューしてきました。はい、ファイフと、CS ボックスですね。まあ、今こちら吸ってるんですけど、ちょっと設定が、アプリの方でできるんですけど、ちょっと同時にちょっとできないんで、また脇にね、画面出しながら、また説明していきます。まあ、温度の方は結構幅広く設定もできるんで、まあ好みなのもね、選べると思うんですけど、温度が175度から240度までやれます。で、今ついてるバッテリーが 2200mAh で、抵抗値が0.6 から 0.7ぐらいの低コチになってる。そうなんで。で、まぁ、0.6 の7ぐらいで 2200W でしたら、まぁ、ずっと、まぁ、でもそこそこ持つんじゃないかなと思いますけどね。うん。まぁ、0.6 とか7なんで、まぁ、他のバッテリーね、使ってもね、範囲内でしたらね、問題ないと思うんで。問題ないと思います。じゃあアプリの方の使い方の方の説明していきます。はい、じゃあCS ボックスの方をアプリでつないでいく状態で、説明したいと思います。ですね、まずもうつないだ状態ね、アプリと接続、Bluetooth 接続した状態の話。で、いきます。つないだ状態で、設定を押すと、このような感じ、出てきます。まあ、左上が振動ですね、のオンオフ。で、あと、この毎回循環起動時間っていうのは、これ、パフ回数ですね。で、温度設定はそのまま。これ、単回循環起動時間。っていうのは、これは、オンしてから切れるまでの時間ですね。そう、だからパフ回数と時間と、指定できます。で、このアップグレードって下にありますけど、これ、加熱中にすると、Bluetooth の切断しちゃうんで、切断するとその加熱の方も切断しちゃうんで、アップグレードってやつを押さないでください。で、戻ります。
戻って、今のが、設定っていうところ開いて、見たやつですね。で、この、現行作品っていうところね。を押してもらうと、現状の、CS ボックスの方の今の状態が見れます。で、まあ、一番上が単回循環時間が今何秒動いてるか。で、残りの電圧。ちょっと残りのこの電圧ってやつが、充電しててもあんまり変わってこないんで、ちょっと当てにならないような気がします。うん。まあ、充電回数もね、多分 CS ボックスでやってないと出てこないんじゃないかなと思います。充電時間は、まあ、多分繋いで Bluetooth やれば出ると思うんですけど、まあ、バッテリーはね、せっかくの18650ですし、まあ、充電器を使用してほしいなと思います。で、温度は、現状の温度。で、パフ回数。これもちょっとね、最初から100いくつとか出てくるんで、これも当てにならないです。で、振動は、最初ね、オンにした時と、この時間、充電時間じゃなくて、パフ回数とか、この時間、単回循環期間、時間ってやつね、が、もう終わるギリギリ、あとワンパフ分ぐらいになった時にバイブレーションでお知らせしてくれます。で、まあ、使ってみるとこうやって温度とかもこうやって動いてく。ですね。で、まあちょっと設定を開いて、温度変えてみます。まあこのざっくりこのぐらいでね、226まで上げてみました。と、こうやって温度が一気にね、230とかまで上がりますね。で、終わるとこれ、温度0になりますんで。な感じで使えます。なので、まあ、単純に、この設定を変えたときね、僕何回もやったんですけど、このアップグレードってやつだけは、やらない、押さないように。なんかアップグレードしないと、設定、有効にならないのかなと思ったんですけど、そんなことなくって。うん。で、もう、なんだろう、話によるとまだ製品っていうか、販売はされてないのかな、の状態なんで、もしかしたら、もっと、ね、普通に販売されて、来るやつはもっと良くなってんのかもしんない。あのアプリの方もね。まあアプリの方はもちろんあのアップデートとか重ねていけば良くなっていくとは思うんで、うん。ちょっとその辺は変わってくるかもしれません。まあね、アイコスの方をこうやって18650バッテリーで使えるってことになって、まあ1日ね、20本以上とかね、吸う人でも安心して出先とかでもね、充電しなくてもね、使えるっていうことは、良くなったなと。普通に感じます。で、ちゃんとBluetooth の方も、認証ね、しっかり取ってくれてるんで、うん。だこれなかったら、せっかくの、ね、Bluetooth でアプリでね、温度の方を管理できるのに、それが日本では使えないってことになってしまうんで、うん。それがあった、そこまでちゃんとやってきたっていうことが、まあ、すごいなと思います。それでは、今回はシグゴーさんからご提供いただいたハーブスティックのファイフと CS ボックスでした。また、シグゴーさんのね、ホームページの方とか、説明欄の方に貼っときますんで、もし、ぜひとも、見て、チェックしてみてください。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。